ジョセフ・ダルトン・フッカー。サー・ジョセフ・ダルトン・フッカー。サー・ヨゼフ・ドルトン・フッカー。1817年6月30日から1911年12月10日は、イギリスの植物学者である。南極、インド、シッキム地方などを調査しよう多くの植物標本を収集した。1873年から1878年のアイダロンドン王立協会の会長を務めた。 サフォーク州ヘールズワースで著名な植物学者、ウィリアム・ジャクソン・フッカー教徒銀行家の娘マリア・サラターナーの次男として生まれた。7歳から父が教授を務めたグラスゴー大学で父の講義に出席した。フッカーは幼い頃、植物の分布とジェームズ・クックのような公開探検に関心を持っていた。グラスゴーハイスクールを出た後、グラスゴー大学で学んだ。 1839年に医学博士を取得した。そのため海軍に軍医として雇われた。1839年から1843年の間、ジェームズ・クラークロスの南極探検の航海に加わった。探検隊はフッカーが乗るエレベス号ともう一隻、テラー号で構成されていた。フッカーはエレベス号の上院128人の中で最も若かった。彼は ロバート・マコーミック、ビーグル号の航海でも、当初ダーウィンと同乗していたの助手であった。マコーミックは、軍医の仕事以外に動物と地質学の標本を収集するよう命じられていた。探検隊は1839年9月30日に出港し、南極大陸に到達する前にカーボベルデやマデーラ諸島、テネリフェ島などに、さらにトリニダード島、セントヘレナ島、 希望峰などに立ち寄った。フッカーは、おののの場所で植物を採集し、毛や海洋生物を網で集めそれらを絵に描いて記録した。探検隊は、ケープから南極海に入った。クローゼイ諸島のポゼッション島に立ち寄った後、ケルゲレン諸島に数日停泊した。オークランド諸島とキャンベル島を経由し、南極大陸に到達した。 彼らは5ヶ月を南極大陸で過ごし、補給のためバンディーメンズランドのホバートに戻った。シドニーとニュージーランドを経て再び南極へ向けて出発した。しかしテラー号とエルブス号の間に圧力が起こり、138日公開の後、フォークランド諸島のティエラデルフエゴ島に着いた。そして再び南極へ向かって出発した。南極を出発すると、コックバーン島、ケープ、 セントヘレナ島、アセンション島を経て1843年9月4日にイングランドに帰還した。この航海は南極大陸の測量を初めて成功させた。帰国後、エジンバラ大学でアカデミックな地位を得ることができず、グラスゴー大学の職は辞退した。その代わりに1846年のグレートブリテン島の地質学調査隊の植物学者を引き受けた。 彼は古植物学の研究をはじめ、ウェールズの単層で化石植物を探した。チャールズ・ダーウィンのシジョン・ヘンズ・ローの娘フランシスと婚約したが、フッカーは旅行をしてフィールド調査の経験積むことを望んだ。1847年に父、ウィリアム・フッカーは、旧ーガーデンのためにインドで植物を採集する候補者に息子を指名した。フッカーが南極から帰国した時父は、 キューガーデンの園長に指名されており、科学界でも名の知られた人物であった。ウィリアム・フッカーは、個人的な人脈を通して、南極航海に1000ポンドの補助金を、その後の息子の植物賞の研究のために、年200ポンドの年金を確保した。ウィリアム・フッカーの植物コレクションは、大英博物館が所持していたクックとメンジース、そして、ビーグル号が収集した植物も収めることになった。 植物コレクションは、ウィリアム・フッカーの下で学んだウォルター・フット・フィッチによって描かれた。フィッチは、ビクトリアーサで最も多産な植物画家となった。ジョセフが収集した植物は2分冊の南極大陸の植物章のうち1冊で衝術された。彼は、島が植物地理学に果たす役割を論じ、この研究は、フッカーの分類学者としての名声を形づく。 彼はさらにニュージーランドの植物賞、タスマニアの植物賞を出版して研究を完成させた。1847年11月にフッカーは3年に及ぶことになるヒマラヤ探検のためにイギリスを出発した。彼はヒマラヤで植物を採集した初めてのヨーロッパ人であった。シドン号でナイル川を進み、スエズまでは陸路で旅した。 1848年1月にカルカッタに着き、ミザプールまではゾウで、シリグリまではガンジス川をボーオートで、そしてポニーで陸路を通って1848年4月にダージリンに到達した。フッカーの探検はダージリンの博物学者、ブライアン・ホージソンの家を拠点に行われた。ホジソンを通して東インド会社の代表はアーチバルト・キャンベルと会い、アイ シッキムへの入域を協議した。一時期シッキムの反応に捉らえられた。フッカーは彼の調査を中継していたダーウィンに動物の分布を手紙で伝え、ベンガルでは植物を集めた。また地元に住んでいたチャールズ・バーンズと共に、大、レインジート川、レインジート川とティスタ川の合流地点、トー路山、ネパールとの国境に近いシンガディラ地域などを探査した。 1850年3月にダージリーを出発し、チャー21月まで滞在し、研究の拠点を創設した後、イングランドへの帰途に着いた。彼の探検は、ヒマラヤン・ジャーナルズとして、後に交換された。フッカーは、南極体験公海から帰ると、自分で採集した植物標本の分類の合間に、ダーウィンのビーグル号公海の植物標本の整理も、 受け負うことになった。フッカーは出航前に一度ダーウィンと会っていたが、1843年末から文通で意見を交わすようになった。そしてわずか2ヶ月後の1844年をはじめには、ダーウィンはフッカーに殺人を告白するようものですが、種は変化すると確信しましたと書き送っている。フッカーはおそらく科学者としては、ダーウィンの理論を初めて明かされた人物である。 その頃から二人は家族ぐるみで信仰を深めるようになっていった。1847年には自然選択説の概要を受け取り意見を求められている。フッカーは大量の生物学や地質学の資料、そしてロンドンの科学界の情報をダウン村に陰性していたダーウィンに送っている。彼らの文通はダーウィンが理論を発展させる過程を通して続いた。 あとにダーウィンはフッカーを私が共感を得続けることができたたった一人の人物だと表現した。リチャード・フリーマンは二人の関係について次のように書いた。フッカーはチャールズ・ダーウィンの最も偉大な友人であり心を許せる人であった。初めて自然選択説の概要を見た時には全く賛成しておらず、その50年にわたって自然選択説の第一の批判者であった。 1853年の著書では、種は不変であると述べている。種の起源と同時期に出版された。彼はこのエッセイで自然選択説への指示を表明し、科学界から認められた人物の中で、ダーウィンを公的に指示した最初の人物となった。科学史家の松永敏夫は、フッカーの転換を1859年の初頭と指摘している。1858年に、 ダーウィンがアルフレッド・ラッセル・ウォレスから自然選択説を述べた論文を受け取ると、ダーウィンの長年の研究を知っていたフッカーは、チャールズ・ライエルと共に自然選択説を共同発表することを勧め、同年のロンドン・ディンネ協会で欠席した、ダーウィンの代わりに二人の論文代読した。1860年6月にオックスフォード博物館で進化について、 歴史的な討論会が行われた。サミュエル・ウィルバー・フォース主教、ベンジャミン・ブローディ、ロバート・フィッツロイは、ダーウィンの理論に対して反対し、トマス・ハクスリーとフッカーは擁護した。当時の多くの解説によれば、ウィルバー・フォースの主張に、最も効果的に答えたのは、クスリーではなく、フッカーであった。フッカーは1868年に、イギリス学術協会の会長を務めた。 ノリッチで行われた会議での会長演説でフッカーは、ダーウィンの理論を支持した。彼は、トマス・ハクスリーとも親友であり、X クラブのメンバーが1870年代から1880年代はじめに3代続けて、王立教会を支配した時、教会の会長を最初に務めた。1909年の、主の起源50周年記念公演にはすでに90歳を、 超えているにもかかわらず出席し、講演を行った。フッカーは短い、小さな病の後、1911年11月10日に、自宅で睡眠中に死去した。ウェストミンスター寺院は、ダーウィンの近くに墓を提供したが、その前に仮装に付されると述べた。彼の未亡人は申し出を断り、フッカー自身が望んだように、旧ーガーデン近くのセントアン教会の墓所に、 父と並んで埋葬された。1849年から1851年にかけて出版された、シッキムヒマラヤのツツジは、シッキム地方のツツジとインドの植物賞研究の基礎を作った。1855年から同僚の植物学者、トマス・トムソンと共に、インドの植物賞シリーズの出版を始めた。1860年には、パレスチナへ、 1871年にモロッコへ、1877年にはアメリカ合衆国へ旅し、科学的に実りの多い調査を行った。このような調査を通して、彼の科学的な評判は急速に高まった。1855年には、Q ガーデンの副園長に任命された。1865年に、父の後を継いで正式に園長に就任し、20年間、 その地位にとどまった。フッカー親子の下で、キューガーデンは世界的な名声を獲得した。彼の植物に関する最も大きな業績は、英霊領インドの植物賞であり、1872年から1897年の間に七冠本として出版された。他にも、ブリテン諸島の植物研究や、植物の属など著名な影響力ある論文、書籍、 モノグラフを執筆した。1904年には87歳で、インド帝国の植物のスケッチを出版した。また、父が始めた、アイコンズ・プラントラム、植物図鑑の編集を継続し、11巻を加えて19巻とした。1883年には、長年にわたり、科学的地理学に功績があったとして、王立地理学会から、金メダル、創立者メダルを贈られた。 1897年の著書に関連してインド政府からスター・オブ・インディア勲章の最高位を与えられた。1907年に90歳でメリット勲章を受章した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。